こんにちは。今回もね、こちらになります。これは、京成スカイライナーですね。スカイライナーは京成上野駅、成田空港駅間で運行される最速特急かな、列車及び空港アクセス列車。AE 型形式と同時に空港連絡特急の愛称として1972年9月からの1ヶ月間、小学生新聞の、協力により日本全国の小学生からの公募により決定したものだと。で、応募総数28,476通から上位30作と、その他から優秀作として推定された20作を推薦として11月11日の推薦会で正式に決定されたと。で、この主な候補は後に新幹線の列車愛称となる、はやぶさ、つばさ、はやて、成田号、流星号、稲妻、青空、はやかぜなどがあったと。で、1978年5月21日に本線、その場所経由で運行開始。成田空港線が開業した2010年7月11日から現在のルートの運行が開始されていると。で、成田空港インバ沼日本引退駅、空港第2ビル間は日本国内従来最速となる最高速度160キロで運行されると。所有時間は日暮里里駅、空港第2ビル駅間を約最速36分。京成上野駅から成田空港間など約最短41分で満員すると。で、利用するために必要なライナー券は1230円と運行区間運賃とほぼ同額であると。融通費とは高速性などが挙げられているんですね。で、通行時間帯は終日のものであるもの、夜間に成田空港方面の通勤需要等に応えるため、本件制のイブニングライナーとなるため運行される時間帯が存在するんですね。で、モーニングランナー、イプリングライナーとは、モーニングランナー、イプリングライナーは、主に京葉上野、京成成田駅での通勤時間帯に運行される臨時型列車、スカイライナーと異なり、京成上野駅、京成上野駅、成田空港駅間を京成本線経由で運行する。モーニングライナーは、1984年12月1日に、イプリングライナーは、1985年、10月19日に運行開始。で、主に通勤需要に対応する列車で、モーニングライナーはさらに上越線の上の方面より列車4本、イプニングライナーは夕方以降、成田方面に切り替え、列車7本が推定されたと。各列車とも運行される時間帯にスカイライナーの運行を行わない時間帯が存在するので、空港輸送の視点から大部分の列車が成田空港駅に乗り入れるんですね。で、当初は全系列が列車両指定の自由席となっていて、乗車便ごとに指定された車両内の空席を利用する方式をとっていた。で、2015年12月5日で京成船橋駅で全列車が停止となり、モーニングライナー、イプニングライナーともに全車指定駅に変更された。で、番数は1991年ライナーとに付属され、当初は50番号に始まり、後に60番始まりとなった後、2017年10月28日により70番帯が始まりとなったと。で、定期列車としては廃止されたでしょう。どこでもあったということですね。で、シティライナーとしては、シティライナーは大晦日から元旦の深夜運転や正月3日間、1月土曜休土日土休日の成田山、新勝寺の初詣、輸送などに臨時運行される列車で、京成上野駅から京成成田駅を京成本線経由で運行されると。で、運行当初は成田スカイアクセスに開業に従い、スカイライナーに由来しなくなる京成本線の臨時列車とし、京成上野、京成成田、成田空港間に1日7往復をされている。うち、京成上野方面のぼり、京成成田方面のぼり1本が成田空港開始直後、終着。車両は臨時列車を除いて AE 車系が使用された。基本的に日中の運行だったが、下り1本のみが朝の通勤時間帯に運行されていた。所有時間は75分程度であり、モーニングライナー、イブニングライナーの同時間がやや短い時間であったが、スカイランナーが通勤する青森駅でも停車するため、臨時浅草線や京阪線方面の乗り継ぎでも可能である。成田空港とのアクセスが利用されたところもあったんですね。で、2011年に発生した東日本大震災により計画停電や電力切れによって運行状態に陥り、
所属2011年5月10日に両福が共平大田劇場発約で運行開始されたものの、2012年10月21日にダイヤ改正、立地を福留に設定となり、成田空港駅の乗り入れが正式に廃止されたと。さらに料金不足の下落者とともに、人時間差が縮まり、利用離れが進み、2014年11月20日には平日の運行がなくなったと。その後も歯止めがかからなかったことから、2015年12月5日のダイヤ改正によって、定期列車としては廃止されたんですね。で、2017年1月、東急リジシティライナーは2代目 AE 型で運行されたが、成田山開業後、温度外照明がつき、正式には歌舞伎の柄をモチーフにしたダッピングによりヘッドマークが検出されたと。という形ですね。今のやつは2代目になると、いうことになります。今のやつは2代目じゃない、3代目になるということです。3代目で一気にまた形が変わりましてね。まあ、この2代目と、この初代というのもあったんですが、初代というのもまたちょっとこう変わった、まあ、基本的に初代と2代目ってあんまり変わらないんですけども、まあ、ちょっと一風変わった形の、列車であったということですね。で、今のこの3代目で、今のこの次に出た3代目のやつで完全に形がこう変わってしまったと、いうことですね。まあ、私個人的にはまあこの、まあ、初代と2代目あたりまでがまあ好きな形かなというふうに、思います。ちょっとこれ3代目になりますとね、ちょっと新幹線の形とちょっと前が同じようなちょっと似たような形になってしまうので、それが、ちょっ とこのね、成田スカイライナーっていうのはこう前が独特な形だったので、まあ、その独特さがちょっと失われたかなって感じがして、それがちょっと残念かなというのが今の新型にはあります。でもまあこれはなかなかの形で、今でこそもう見ることが、ね、見て乗って走るということがもうできなくなりましたけども、まあ、なかなかのいい電車でね、このラインと、ね、この電車の形が非常に気に入っているというところでございます。どうもありがとうございました。